アナウンサーの岡田桃香です。さあ今回はですね、元気に会議室からお届けしていきたいと思います。この間ね、はい、じゃあの会議室終わった後に食べ物の匂いがするよ、ちょっとなんか騒動っぽくなってた。ちょっと騒動というか、ちょっと苦情というか、臭いって言われてでもしょうがないよね、会議室なの。だから、まあ、そうちゃんと許可を取ってあるから、よかったよかった、うん、そうだよね。これからちょっとシュッシュってね、消臭スプレーとかしつつ頑張りましょう。頑張りましょう。はい、今回もまた別のレシピを作っていきたいと思います。ごちそうマエストロのインスタから選んでいきますけども、ちょっと和食にね、挑戦しようかなと思うのよ。おあんまりさ、家でもさ、私作んなくて和食を。おこの機会に和食チャレンジ。今回私が作るのはこちら、アサリのあんかけ厚揚げ。お難易度高くない？ちょっとね、高そうだよね。ちょっとね、新しい扉開こうということで、今回はこれを作っていきたいと思います。材料用意しました。今回もね、シンプルな材料ですけれども、厚揚げを8等分に切ります。人生初厚揚げを。え、厚揚げを料理するのがってこと？あ、そう、食べたことある、うん、あ、じゃあ自分で調理するのは、うん、初。うん、なんか結構油があるのね。いや、なんか厚揚げの中身って本当にやろうと思って。厚揚げ見たことない人でした？え、見たことあります、すいません。で、これをオーブントースターで焼いていくの。そう、これを入れていきます。この間にあんの方を作っていきたいと思います。水、こんな少なくていいんだね。ちゃんとかかってますよね。これどれぐらい蒸せばいいんだろう。あのね、開くまで。トースター焼けて、でこっち口開いたら、もうあとあんをわーって作って、それで完成だよね。そう、すごい簡単ね。あ、見て、うわ、待って、この前この間あったよね。全然開いてるね、綺麗に。お、すごい、こんな綺麗に開きます。え、めっちゃ美味しそうなんだけど。え、止めちゃうよ。止めちゃいます。え、止めていいんだっけ。ねえねえねえ、止めちゃダメだよ。なんで？え、これただの酒蒸しよ。とろみつけない、ね、そうだよ。白だし入れてきます。これがとろみになるんだよね。ほい、先輩、やばいよこれ、見て見て見て、ちょっとこれ多分沸騰させすぎね。ねねねねねね、ちょっと待って。え、めっちゃ固まってるよ。めっちゃ固まってるよこれ。もう好き、見て、うわ、待って、あとはまあうまいことこれがちゃんと混ざってくれればそれでいいのよ。終わり良ければ全て良しって言うからさ、全然ダマなくなったもん。本当だ、失敗しても大丈夫ってことです。はぁ、焼けました。あーぺっ、あ、すごいいいじゃんいいじゃん。あー、いいね、中プルプル。ちょっとたっぷりアサリを乗っけて、色合いいね。お好みですけど、添えてと。アサリのあんかけ厚揚げ完成です。イエーイ、なんとかなった、よかった。じゃあ食べますか。食べましょうか。いただきましょう。うん、うん、
美味しい。ね。うん。厚揚げがなんか外がパリパリしてるのが食感も楽しくていいね、うん、外はパリパリ中はふわふわでそれにしっかりあんが絡むからこれはどんどん箸進みますよ。本当だしの味はあの濃いけどでも美味しいよ。よかった。あんが甘めだから薬味をちょっと入れることによって、うん、あっさりさせてくれる。あさりだけに一本。いやでも狙ったんじゃないの。うわ、そう。狙ってない。出た。マジ。どうもあんたのママちゃんが九州の旬な食材をもとに簡単アイデアレシピを披露するごちそうマエストロ毎週。